いや、えぐいな、えぐいな、えぐいぞ。物量がえぐい。2018年の下半期に発売されるゲームの密度の濃さといったらね、ないよね。どうも皆さんもこんにちは、ケージチャンネルです。さあ、そんなわけでですね、今日は2018年の、下半期に発売される PS4 の、ソフトで気になるもの、まあ気になるものって言っちゃうと僕の好みに偏っちゃうので、個人的に気になるものも含めて、日本国内外で、まあ、話題性の高いソフトをですね、まあ一気にご紹介していきますご紹介するって言ってもね、まあこんなソフトあるよぐらいにしか言わないんですけれども、ね、ぜひですね、まあ今年この後どんなソフト買おうかなってね迷ってる方、これ参考にしていただければいいかなと思いますけど、すげえ量あるから皆さん覚悟してみてください。では早速行ってみましょう。ではまずですね、8月23日に発売される、これごめんね、ちょっとそんなに話題性は高くないかもしれないんですけど、コナンアウトキャストっていうゲームですね。これどうだろうね、これね、公式ホームページの情報も正直まだね、もうちょっと欲しいなって思うところなんだけど、このゲーム、まあ多分一人称だと思うんですけど、三人称でも遊べるのかどうのか、どっちでも遊べるのかちょっとわからないかなっていうところなんですけど、オープンワールドのサバイバルアクションゲームになっていて、まあ、空腹、喉の渇き、あと気温とか、そういった点もサバイバルに絡んでくるゲームになっていて、まあ、ビルド、まあ、拠点をね、まあ、オープンワールドの自分の好きなところに多分作れるのかな、作ったりとかできて、敵対するグループとかを制圧すると、その奴隷として使役するようにできるとかね、なんかちょっといろんなことができちゃいそうな感じのゲームになっていて、で最大40人規模のマルチプレイが可能なんであるということです。これ世界観なんかもね、すごいいい感じで、ちょっとまだ、ね、もうすぐ発売なんだけれども、謎大きい作品だなっていうところではあります。なんかアークみたいな感じになるのかなとは思うんだけど、まあ、最大40人規模っていうとね、アークとかの100人に比べるとちょっと少ない感じはするんだけれども、まあそれ以上の何か別の魅力がひょっとしたらあるかもしれない、可能性を感じているゲームです。これみんなでわっと一気にやればね、ちょっとね、流行になる可能性もあるかなって個人的には思ってるんですけど、どうでしょうか。続きまして、9月7日発売ですね。これね、スパイダーマンですね。もうこれもみんながもう大好きな感じのやつだと思います。もうオープンワールドの広大なね、都市を、スパイダーマンの超アクションでこう飛び回ることができてしまうわけですから。これもう世界規模で大注目のこの作品。で、気になるのが、このゲーム、ね、すごい複雑な動きするんだけれども、これどういった操作の感じになってるのかっていうのはすごく気になるところで、ボタンポチポチしていくだけのゲームなのか、それとも直感的にね、あれこれ気持ちいい操作の感じになっているのかっていうのはすごく気になるところなので、まあ、続報なり体験版なり、実際の発売なりをね、ちょっと心待ちにしているところはありますよね。続きましてね、9月14日発売のシャドウオブトゥームレイダーですね。まあトゥームレイダーのリブート3部作品の中の完結編なわけですからね、まああのトゥームレイダーのシリーズ好きな人はもうこれ絶対外せないっていうところもありますしね。ただこのゲームの画面とかものすごい綺麗だし、このアクションアドベンチャーっていう点ではもう現時点で間違いなくね、まあ今までできてきたゲームと並べるぐらいの最高峰なものに仕上がってるだろうというところです。まあ、今作も、まあ、最強の女性、ララ・クロフトなわけですけれども、まあ、ヘリがね、真っ二つになってもね、真っ二つになって、落ちても、ララ・クロフトは生きてるよというね、まあ、キャラ自体の魅力もそうだし、まあ、さっきも言った通り映像もアクションもマジでちょっとすごいので、ここはね、まあ、こういう、なんか映画テイストな感じで、アンチャとか好きな方とかは絶対ハマるだろうっていう感じの一作品になってるんじゃないかなと、ちょっと思っておりますけれども、どうでしょうか。続きまして、9月20日発売のシュタインズゲートエリートですね。これはもう人気の作品シリーズのシュタインズゲートが、まあ、フルアニメのアドベンチャーとして今作、まあ、登場するということですから、まあ、そもそも人気のシュタインズゲートなので、まあ、期待ももう元々大きいっていうところもあるんですけれども、まあ、これアニメ、フルアニメーションのアドベンチャーなわけですよ。アドベンチャーなわけなんですよね。アニメ以上でもあり、ゲーム以上でもあるっていう大文句でドーンと出してるんですけど、これ間違いないんじゃないかなと思ってます。まあ、最近だとアドベンチャーゲームで、まあ、海外の作品ですけれども、デトロイトとかね、まあ、大きな成功を収めたわけじゃないですか。で、まあ、ああいうアドベンチャーの行き着く先みたいなゲームが出来上がってる中で、日本は日本のね、得意な分野で進化を遂げたアドベンチャーっていうのがこのシュタインズゲートエリートなんじゃないかななんていうふうに思っております。さあ続きまして、9月27日コードベインですよね。これ死にゲーに、まあちょっと新しい解釈というか新しい捉え方をしてきた、すごくまあいい感じのゲームになっているんじゃないかなと思ってます。死にゲーイコールなんかこう武骨でちょっとおどろおどろしい感じのものっていうのがちょっと多かったかなっていう風に、まあ、感じているんですけれども、まあ、どちらかというとちょっとアニメチックな雰囲気があって、だけれどもダークなイメージも残している。で、荒廃した感じのね、世界観にどこかちょっと神秘的で謎めいた感じです。
まあなんかいろんな言葉並べましたけれども、もっとざっくばらんに言うとちょっと中二感のある、中二病的なイメージのある死にゲーになっているというところです。これはね、今までにない解釈の死に方ができるぞちょっとどういう俺も表現してるのかよくわかんないんだけど、これもね一つやっぱり大注目なんじゃないかなと思います。これはもはやもう成功がもう目の前まで来てるゲームソフトですからね。で、同じく9月27日に、千の奇跡4ジエンドオブサーガですね。まあ、千の奇跡シリーズも一応これが最終章ということになっているということで、まあ、ここで今年入ってから何作品も、千の奇跡ね、リマスターされていて、いざもう準備は整ったかなっていうところだと思います。日本国内でものすごく根強い人気があるっていうのが、まあ、リマスターの発売とか、まあ、で、もうものすごくね、目にもの見せられてるこの作品なわけですから、目にもの見せられてるってどういう言い回しなん、まあ、すごいね、実力をね、見せつけてくれてるこの作品なわけですから、こちらのね、最終章であり、最新作のこの千の奇跡4、ジエンドオブサーガもね、これ要注目なんじゃないかなと思っております。続きましては9月28日に一応 FIFA19 が発売ということになっておりますね。まあ、今年はほらワールドカップイヤーだったわけですから、まあ、サッカーとして、まあ、一つねまたわっと盛り上がること間違いなし。あ、どうなんだろう、こういうゲームってワールドカップのたびに売り上げ上がったりするのかな、しないのかな、関係ないのかな、でも関係ありそうな気がしてるんですよね。やっぱり現状ね、現状そのサッカーゲームの中では、まあ、ウィーレよりちょっとだいぶ差をつけてしまって、今 FIFA が一人勝ちに近い状態に今なってきているかなっていう感じもあるので、やっぱりね、こうサッカーゲーム、まあ、e スポーツなんかの絡みもあって、この辺はですね、ぜひみんなでちょっとプレイしたいところなんじゃないかなってすごく思いますね。さあ続きまして10月4日ロックマン11、まあね、実にロックマン10からですね、8年か8年ぶりの新作なわけですよね。とうとう、まあ、2D のドット絵をやめてね、ちょっとクオリティの高い画質のロックマンになってきたわけなんですよ。まあ、とはいえですよ、まあ、ロックマンらしさ、ロックマンの良さみたいなのはしっかり残してるわけなんですよね。でね、今時の時代ってさ、今の時代ならそれこそこれぐらいのゲームならさ、インディーでも作れちゃいそうな感じのゲームになっているわけじゃないですか。そこに対してロックマンっていうその超魅力的なこのキャラをね、どうやって活かしてくるのかっていうところも一つね、注目のポイントなんだと思います。きっとね、カプコンさんはこの、なんていうんですよ、この感じでね、すごいいいゲームをバシッと作ってくるような気がするんですよね。続きまして10月5日、アサシンクリードオデッセイですね。前回のオリジンズがめっちゃ評判が良かったわけですからね。で、なんだっけ、アサシンクリードオリジンズの前の作品よりも倍ぐらいのスペースで売り上げがガッていってるっていうことで、まあ、ユーザーの期待にも応えた前作だったわけなんですよ。で、まあ、クオリティ重視で作るっていうことに成功した、まあ、アサシンクリードのシリーズですからね、まあ、前作、そういった経緯があっての前作だから、今作もかなり期待できるんじゃないんでしょうかね。で、今作はね、なんとね、まあ、海底とかもね、ちょっとね、探索できるようになってるっぽいのでね、またね、いろんな探索の仕方を楽しみ方ができるんじゃないかなと思ってますね。まあ、物語っていうのはね、自分で切り開いていくものだっていうのをね、象徴するようなね、ゲームになっているんじゃないかななんて思っております。続いては10月12日に予定されていますね、コールオブデューティーブラックオプス4、まあ、みんなが待ってたブラックオプスですね。まあ、もう今回はね、成功間違いなしとまで言われてます。言われてる本当に言われてる言われてるよね。まあ、そんなような空気感はでもビンビンにね、来てますよね。まあ、新しい要素がふんだんに盛り込まれてるんですよ、このコールオブデューティーブラックオプス4にはね。撃たれた時に自動回復がなかったりとか、今ほら、世界を賑わせてるそのバトロワモードでの、まあ、ブラックアウトっていうモードでのゲームプレイがあったりと、まあ、かなりですね、今までのコールオブデューティーの良さを生かしつつ、さらに新しい要素をギュギュギュッと詰めてきて、一新されてきそうな予感がしております。これもね、大注目ですね。続きまして10月18日ソウルキャリバー6ですね。まあ、これね、何が話題かって、やっぱりこう大人気オープンワールド RPG のウィッチャー3よりリビアのゲラルトがですね、ゲストキャラクターとして今回参戦するっていう話題の格ゲーになってるわけですからね。で、これもただの格ゲーじゃなくて、ほら、武器を持ってみんなで戦うわけですよ。その武器格闘アクションとね、目打ってるわけなんですけれども、ね、今まあ格ゲー界っていうのはなかなかね、厳しかったり、でもなんかこう新しい作品はすごくいいものが生まれてきたりとかって、いろいろ攻め合ってる格ゲー界に間違いなく一石をね、投じるような作品になって出てくるんじゃないかななんてちょっと思っております。
続いて10月19日、バトルフィールド5ですね。まあ、こちらもね、大人気の FPS の、まあ、最新作なわけなんですけど、バトルフィールド5にも、なんか、バトロワっぽいモードが入るのか、どうなのかってちょっと今言われてますけれども、まだちょっとね、詳細はわからない。グランドオペレーションっていうモードが、まあ、それだって言われてるっていうのはあるけれども、PUBG みたいなバトロワモードも今試作中だよっていう噂もあって、ちょっと何が本当なのみたいな感じは今まだあるかなというところですね。正しい情報でね、速やかに新しい情報をくれよという感じだと思いますけれども、続きまして10月25日、絶対絶命都市4プラスサマーメモリーズということで、これ10月に出るんだけどサマーメモリーズっていうサブタイトルがついちゃうか、あ、これね、もう今更変えられないか、まあ、知らない、これもう震災で崩壊した都市からの脱出をね、目的としたゲームとなっている、まあ、サバイバルゲーム、もういはもはやね、サバイバルゲームの域をね、超えてきているんじゃないかなって思ってますね。もうゲームを通して何か大事なことをね、学べる、まあ、そんなようなね、素晴らしい作品に仕上がっているんじゃないかなっていうふうに僕は感じております。で、PS3 でさ、発売予定だったものね、この絶対絶命都市4なんですけれども、さまざまな紆余曲折を経てね、やっと今回こうしてね、発売にこぎつけたわけなんですよ。ちょっと感極まるところありますよね。さあ、続きまして10月26日発売、レッドデッドリデンプション2です。まあ、今年発売日がまあ決まっている作品のものの中では、まあ、最も注目されているものの一つなんじゃないかなってちょっと思っておりますね。今もなお人気を誇るグランドセフトオート5を作ったロックスターゲームが、オープンワールドアクションアドベンチャーをね、こうやってね、作ってきたわけであって、で、このレッドデッドリデンプション2にも、もうグラセフのそのオンラインのような、ね、要素が、まあ、盛り込まれる、力を入れて、そこにも力を入れて作ってくるということなわけですから、まあ、これもね、ひょっとしたら世界中で末永く愛されてしまうゲームの一つになるかもしれない。そんな伝説的なゲームがね、まさに今発売されようとしているその伝説の瞬間を目の当たりにしてるわけなんですよ。これはね、10月がね、楽しみで仕方がないですよね。さあ、続きましては、ちょっと発売日未定なんですけれども、エースコンバット7スカイズアンノーンですね。さあ、出るか、出ないのか、今年中に、どっちなんだというところで、一応ね、予定はね、2018年になっておりますね。ファンはもうみんな待っている。皆さん、トレーラー見ました？見ました？見たよね？もうみんな見たよね？ドッグファイトできるゲームなんてね、ま、めったにないから、あの超面白そうなトレーラーを早く体験したいっていう方はね、すごく多いんじゃないかな、なんていうふうに思っております。さあ、そんなわけで、まあ、発売日が決まってないのは一応エースコンバット7だけなんですけど、一応発売日決まってるものはこれ10月までなんですよ。11月12月で、まあ、もう決定してるものってまだちょっと少なくて、発売日はね、それだけでもこんだけあんだよ、この密度よ。俺たちこの後、ね、8、9、10の3ヶ月どういう風にして過ごせばいいのっていうぐらい、ちょっともうほんとどうしていいんだか分かりませんっていう、それぐらいものすごい密度で PS4 に今年のね、2018年下半期新しいゲームがやってきます。さあ、皆さん、どれをプレイしますか？この中にないものをプレイしますか？ぜひ皆さんがですね、2018年下半期で買う予定のゲームをコメントで教えてください。というわけで、ご視聴ありがとうございます。ケイチチャンネルの動画でした。また別の何かしらの動画でお会いしましょう。じゃあね。